と思ってやるわけですよ。だからプラス要因をたくさん作んなきゃいけないってことね。でマイナス要因もちゃんと考えて見通しを、いろんな理由がありますよね、起きるのは。それはこういうことだなと。でこういう形でこういうやっていくということですね。でしたがってこれね、皆さん自分で作ってみてください。自分の事業計画、皆さん会社でやっていろいろやってると思うけれども、誰でもできる形です。でそうすると 毎月これはこうなるな、このプロジェクトこうだなとか、こうだなとか、まあお客さんいっぱい持ってる人はこのお客さんはちょっと危ないなとか、まあ来月になっちゃった、消えちゃったとか、そんな話がいっぱいあってマイナス面ですよね。でもプラス面で、あのいい人見つけてこういう人出てきたなっていうと安心していられる。トータルでプラスマイナスゼロかもしれないし、プラスがすごく増えると思う、このやり方でやってるとね。だって毎日考えてた、アイデア、お客増やすための、それから商品だとかアイデアだとか毎月考えて毎日やってるからこうなる。 OK、 いいですねこれね。 OK、 じゃあ行きましょう。次のお願いします。あ、これだ。あ、ここね。これ、あの部下は必ず何人かいらっしゃると思うんですけれども、そういう人たちに対するこう、あの 毎年世界に行ったとき1000億円ずつ売り上げを増やしてたのね。ということは会議もすごく多いし、間違いも多いし、煩雑な、もう毎日ぶわーっと来るわけですよ、つけないようにみんながやった結果。で、ハンコ押さないけど、で、ハンコ押すときに、一瞬で見破るっていうかね、なんかね、こう数字がパッと出てくると、あ、こことこことおかしいなと、これちょっとなんか、桁間違ってるみたいだねって言って、押し返すの。こっちも見せる、もう5秒ですよ。慣れてくると、そういうことができちゃう。で、それで、こう、バン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 やる。で、間違わない人もいるわけね。間違わない人もいるし、正確な人、これあの各個人 ABC でこんだけいる人を管理するときに仕事の任せ方、それからもう忙しいから、もうあの自分がいちいち見てられないから、もう自分が自分の仕事をバンバンやらなきゃいけないから、まあ、あの失敗したときには僕は全部責任取るから全く問題ないよ、でも正直に言ってねと、これだけ言うと。で、僕たちは頑張ってましたけど、あるときアメリカ人の部下2人いたんだけど、一人は、あの日本語だったら分かるんだけど、ちょっといい加減かなと思ったのがいましてね、彼がタイトル発注するのに、16メガじゃなくて、8ビットでやったのかな、16ビットじゃなくて8ビットかなんかで、4ビットでやったのかな、要するに同じタイトルだけど、キャパが違うやつ、コンピューターやとゲームちっちゃいやつね、間違えて発注したことあってね、サモテみたいかな。で、あ、そうか、なんで失敗したのって言ったら、これこれ、あ、分かったと。誰が OK 言ったから自分は反抗したんだと。で、その上の課長は何も考えないからパッと打つだけだから、ね、全部僕は責任取るっていうから、まあ、気楽にやってたと思うんだけど、それで3億円こういう失敗でやりましたと。今の前でやるわけじゃない、中山さん8人ぐらいでいつも会議やるんだけど、その時に話をしたのは、これ失敗しました、ごめんなさい、私の責任です、管理不足でした、すいません、でも1年以内にこのソフトは必ず売ります、そして1年以内に売りました。で、まあ、部下せめてもしょうがないんで、最終責任者は私だったから、そういう形で引き受けるっていうところを見せていると部下がついてきますね、うん、そんなことで、まあ、あとね、まあ、英語でほとんどやってたから英語のこう前に歌があるんですよ。で、英語の文章を書いて間違いだらけで書く人もいれば完璧に近いのを書くのに見ると、それ必ずその間違いの人のやつは必ず見るようにして、ちょっと見るようにして、で前やつはほとんど見ない。そういうのはね、もう一瞬で、だって毎日こんな来るんですよ、資料が。だから彼らが言ってるだけでも。僕は他のこといっぱいやってるけど、そういうことがあるから、そういう話もやるわけですね。それからそいつらが意欲的かどうかだとか、こう、ウキウキしてくるかとか、毎日アンパン買ってきてみんなに配ったりね、もう全部自腹だったけど、ピーナッツ、かきピーナッツを買ってきたり、牛乳いっぱい買ってきてみんなに配ったりさ、もうそういうことずっとやってたけど、まあ少なくとも。それでね、失敗したとき、これ大事なのね、必ず失敗があります。その失敗したときに、どういう対処の仕方をするかによって、部下を怒るのは簡単です。もうギャフンギャフンと自殺でもしかないくらい怒ることができるけど、そんなことにしても無駄で、起きたことはしょうがない。だけど、これから続いて起こる二次災害を起こすなよ。呆然としててもいいけど、まあ、明日までには自分の気持ちを処理して、そこから二次災害を起こさないでほしい。で、二次災害を起こすな。
それから起きたことのために前のいい機会だと、なんかいろんなものが重なってこういうことになったんだよね、だから今から前よりもいい状態にするためにはどういうことができるかを考えてくれってやったのね。でこれ一本だけで二次災害を起こすな、前の状態にも良くしようという二つのことだけで、あとは何もやらなかったですけどね。それだけ言ってるともう本当にね、問題すぐ解決するようになってきて、若い人たちもね。でこの一つだけ例を挙げると、ファックス、当時ファックスでしたけど、ファックスを A 社、B 社、C 社ってあったんだけど、たまたま A 社の次の一番の最大の敵が B 社だった。で、ファックスを送り先のよく聞いたらね、上と下間違えた。あ、それで送っちゃった。相手の敵に送っちゃったの、ファックス。またやったかよと思ったけどね。だけど、その時にね、僕すぐにね、お、じゃあね、まずファックスのこう番号書いてんだろ、あれ一番下と一番上にしろと話せ、それから色でピンク、イエロー、グリーン、赤、そういうことで色分けしろと、ただ間違えないだろうと、でそう言ったの。でその通りさせました。で僕はすぐにメールを送って、相手の社長にごめんなさいと、とんでもないことやって本当に申し訳ございませんと心よりお詫びいたします。でよく調べてみたら、適当あなたの会社のファックス番号がファックスのところの番号のところに書いてある、一覧の中に隣上と下でしたと、で見間違えましたと、したがってあなたの会社と敵の会社を一番上と一番下にしましたと、でしかも色分けしました、これが二度と起こらないと思います。書いたら感動しちゃって、僕多分 2,3 時間以内に返事したんだね。トラブルで向こうから社長が電話がかかってきたのに、だからもう2、3時間後に送ってるわけで、向こうの社長が感動して、また中山さんに電話かかってきて、こんなすぐにやってくれたのは見たことないと、感動だと、完璧、もう感動したから山本さんと会いたいと、で今度は行ったらゴルフ一緒にやってほしいんだと、こういう映画見たことない、こうやって褒められた。だから起きてしまったことは仕方ないけど、どうやってそれを解消するか、もっと前よりもいい状態にするために何をやればいいかということで、すぐアクションを取って、いやもうぼーっとしてるのはいいけどさ、7つ考えるよと、取り戻すためのまあショックだからみんなこうなってますね。でも3時間後、まあ明日までちゃんとやってよと、でそういうこと言って、で書いたら向こうからもうすぐに返事が来て、電話が直接にまた社長宛てに来て、中山さん宛てに来て、中山さん喜んで、何が起こったんやと、なんか偉い褒めてきたぞって言って、お前とゴルフやりたいんだ、何を思ったんやってそんな話でしたけど、ね、だけどここにビジネスの原点っていうものがあると思います。でそれは冷静になって、皆さん少なくとも冷静になって、トラブルが起きた時に何ができるかな、まず二次災害が起こさない、慌ててこう変なことするなってことね。それからまずそれを前よりもいい状態にするためには何ができるか、今で僕番号書いて色分けしただけですよ。それから向こうの会社が大なんていうかな、信用を得ましてですね、もう山本さんだったら、まあ、僕らね、こんな営業を見たことない、えらい褒められた。だから意外と人間の社会っていうのはね、そういう誠意を尽くしたり本当にアクションを取っていい形であれば、前よりもいい状態を作り出すことができると。まあお客さん相手の人が多いんで言いますけど、お客さんと失敗、なんか対話で話をしたりなんかして失礼があって、えらい怒って帰っちゃったと、チャンスですからね。その人とのそのなんていうかやり取りで相手が不快に思って、これやり直さないかん、お客失う。だけどそういう時に本当に必死になって仲を取り戻すための工夫をする、そしたらお客が戻ってきます。もっと頻繁に通ってくる可能性の方が大きい。だから何かヘマをやったり大きな事件が起きたり、そういう時はチャンスですからね。このことをなんか、あ俺もダメだと思っちゃって、なんか逃げていったり心弱くなってなんか飛ばされたりとかいう、じっとしてるとそんな、だけど社会的になってなんとか前に乗り本当にやろうってやつを組みすぎるやつはいません。でましてそれがうまくいった時には抜擢されます。抜擢
まあそんなことがあって私は抜擢されたと思うんだけど、要は難しくない、これ別に MBA 持ってなくてもいい、博士号持ってなくてもいい話、みんなが当たり前のことを真剣に考えてやってるだけだ。だからこういうことで管理体制もこういうことを言うか、相手の部下周りの人たちの特性を見ながらやっていこうと。でもうね一瞬ですよ、処理見のもこんな感じだって、こんなに前さ溜まってんの。いきましょう、アイデアをどうするか。これね、10人部下がいたとしたらアイデアを出せる人はせいぜい1人、ほとんどの人がアイデア何考えていいか分かんないって言うんですよ。で僕も何考えていいか分かんないから本屋に行って、ヒット商品の裏側あんな本買い占めたり、もう商品ができるまでとかさ、なんで売れたのかとか、そういう本を読み漁ってましたよ。だそういうことやりながら自分で、あ、なるほどね、こういうことなんだと思うと、同じ形ではないけど形を変えた何か生まれるだろうなと、その職場でそういうことを考えながらやると。で大体その私とほら1人ぐらいいたかな、20人ぐらいいてね、部下がね1人ぐらいいたかなと思うんだけど、ほとんど出ません。考えてこいって言ったら出ません。だからどうやってやるかと、モチベーションの問題だから、ブレインストーミングしながら、あのヒントを与えながら、彼らから発音したような、まあ、ポーズを取ったりするんですね。でそうするとみんなが自分で思いついたと思うから一生懸命やってくれるわけで、分散しないと仕事はできないから、そういうことでこういうことね。で手柄、これ手柄って書いてるんだけど、鳥柄か虫柄って書いてるんだけど、手柄の話、手柄は人にあげようと。だから部下にできるだけ、お前よかったな、お前がいなきゃやっぱりできないよなって、こんなこと言いながら全部手柄あげちゃう。それから100万円対象となって部下に均等20人いたから5万円ずつとか、私のそれもなかったけど、それはまあ、私が責任者でよくやってくれたなと、自分はもういらないやと、そういう姿勢を部下に見せることも必要かなと。で案の定すぐ僕の上の上司が行ってきて、あの退職金どうしたって言うから、みんなで潰して使おうってコンサートだったのね。いや、みんなもうあげちゃいましたって言ったら、お前あげちゃったのかって、そうですと。でこれ本当に頑張ってくれたからみんなにあげたんですと。何かそれが問題ありますかと言ったらね、お金みんなで潰してどっか行こうとかいろいろ考えてたんですけれども、やっぱり現金もらった方がみんな現金に喜びますよね。そういうことなんで、やっぱりそういうことを考えて、まあ、自分が取るのは、まあ、給料は一番高いわけだから、まあ、年収がどんどん上がっていくしね、まあ、そういうところでお返ししようかなと思いました。それでアイデアが、例えばですね、当時円高が進行して1年間の円差損が135億円になった時がありました。だから93年か2年か忘れましたけどね、円高135億円マイナス出たで締めたと思いました。じゃあ俺が取り戻そうと。みんな難しい仕事だからできないと言えるでしょ。僕はそういうのを見ると、おお、チャンスだと思う。じゃあやってやるじゃねえかと、こうふつふつと、こうなんていうか、血が騒ぐんですね。それでやったんですけども、その中の一つが、アメリカではドル建てでやってますから、ドル建てでお金が入ってきます。それを円に転換しなきゃいけない。円に転換するときの手数料はいくらかという話ですよね。で、サードパーティーの国内海外の責任者やってましたから、まあ日本のゲームメーカーはほとんど社長さん知ってるんで、6社ぐらいに電話して聞きました。1ドルを転転するときあなたとかいくら手数料取られてますか。大体15セントみんなで、うちの会社いくら、背がいくらだったの、45セント。えで住友銀行からの天下りが常務に行ったり専務に行ったり、サンドが常務かいたから、あこいつらやってるかなと思ったんだけどね。でそれをまた戦ったら手切り回すだけだから、まあ、若いやつちょっと呼んで、課長ぐらいに呼んで、あのな、これね今足上げたらどういうことだぞと、でもこれ黙っとくからさと、どのくらいになるのか、できるだけ15銭に近づけるようにやってくれと言いました。そしたら彼らもいろんな、まあ、コネクションがあるから、いきなりやると難しいんだよね、そういう大御所の手柄にしたらいいじゃんってやったんですけどね、結果は25銭になりました。45銭がね。それで、それだけで純利益が
3億5000万出てきました。皆さん簡単なビジネスってのは簡単、どっかに全部いろんなところ中部から見ていくと製品ができて輸出して回収してお金入ってくる、全部パターンやっていく、それでそういうことが見えてくる。それから当時私が提案したんだけど、ゲームの箱がこれの倍ぐらいあった、ね、でこの箱に入れたまま向こうに送る。でも提案したことは向こうの社長にカレー好きっていうのにね、カレーが好きな人だカレー好き、まあ、そういう人がいて提案したんだけど、いやもうさ何言ってんだったら、あなたゲームの世界おもちゃの世界全く知らないじゃない、信じられないとか言うの最初の年ね。それででもそうやって誘いが出たから何かやなきゃいけないなと思って、いやスモールイズビューティフルだぞ、ね、でスモールイズビューティフルで箱ちっちゃくしたら1個で100円ほどコスト安くなりました。パッキングもこれいらないじゃないの1枚で100円安くなっただけで400万個出してますから4億円準備してあげましたね。だからパッキングでどうやって納得させたかというと、これでもあなたの値段上げるぞと、上げろって言ってね、だけどこの箱を小さくすることによって船のコンテナに入る量も違うし、保険料も安くなるし、ね、輸送コストも安くなるし、第一こうやってあこれみたいな、こうやってボトルと花を一緒に売れるじゃない。だこっちがハードゲーム機、こっちがソフトなんていうふうにしたの。さあ売れるようになった。あれ小売店の場所取り、棚を取るためのビジネスって大変なんですよ。でいきなりセガはこれで両方 OK になっちゃったの。こういうことで。で納得して売り上げも増えた。だから今までの常識、業界の常識が本当に正しいの、ひょっとしたら間違いじゃない、考えてみると、ちっちゃい箱持って帰ったら大きくしたら子供がいるかもしれないけど、持って帰るの大変だよ、いくつもこんな持ってさ。アメリカではギフトの世界はだん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 毎年そういうのがなくなってきました。アメリカでのギフトボックスの箱を小さくしたのは間違いなく誰でしょう言わないか言おう、私ですということで、業界の常識を変えることもできるっていうことをね、当たり前に考えてるとおかしいでしょ。空気を送ってるんですよアメリカに、そのためのコンテナを入れないじゃない。6割アップなんかしたらさ、コストがそれだけ減るわけじゃない。そういうもろもろのことを全部実行して85億円ほど取り戻しました。1ヶ月の間にびっくりしてましたねみんながね。で当時のジョブさん、あんまり言うとまずいんだけど、日経新聞にセガはゲーム機を他の国で作ってるから全然誘うなんかないんだって発表しちゃったの。嘘つけと、あるじゃん、円建てでやってるのか、弱い通貨でやってるんだったら別だけど、いろいろ大変じゃない、払う方でね。でその中では一銭も何ていうか誘うカバーできてませんでした。私が取り戻した85億円かな、それは値段を上げたいろんな方でやったんだけど、結局そういうことができた。だから問題が、大きな問題があってもこんなのみんなができないと思った時がチャンスですよ。自分の頭をフル回転して前にももっともっといい条件できないかっていうことをチャレンジすることが本当の、経営者というかビジネスマンということですね。でこの時もジョンさんとそれから専務さん、銀行出身の人たちに恩を売りましたけどね。本当に言ったら彼らの大責任問題ですよね。45歳なんでそんなことやってたんだと、お前ら銀行出身じゃないかと、なんかセガから勝手にそういうのお金もしろうとしたのかってやったらおしまいですよ彼らのあれはね。だけど、僕としては、調和もあんまり戦いたくないし拡大金庫しかないなと思ったので、そういうやり方でみんなにやったから僕は極めてセガでは評判良かった。じゃあ次いきます。さっきですね、事業計画を作るときに 10% アップとか 20% アップっていうのがみんな誰も思いつくことです。でみんなでなあなあで上司も部下もこの程度でいいんだ、自分たちの給料も
この程度だったら何とかなんだろうって思うわけですよ。そうすると一生素晴らしいアイデアが浮かんでこないし、マーケットを全部取っちゃうっていうことは多分無理で、 100% っていうとまあ本気にやれば 50% 絶対取れますよね。僕ずっとやってきたからよくわかるんだけど取れます。だからこれね、4倍5倍10倍を目指そうっていう発想じゃないと新しい考え方とかアイデアなんて生まれません。で毎日毎日考え出そうっていう気力も出てきません。だけど10倍20倍約束言っちゃったらもうやるしかないんで、それでやってほしいなと思うんですね。でなぜそれが大切か最後に言うとですね、人生1回ですよね。その時に激しく人生を生きるのか、なんかなあなあでその日暮らしで疲れるのみで、なんかお役がお目になるまで、ひっそりと生きていくのかと、それも大切な生き方であることは認めます。だけど人生1回だからやっぱりダイナミックで楽しくて、自分が働きかけることによって業界が変わったり、いろんな新しいことができて会社が5倍10倍の売り上げになっていったら、これほど楽しいことはありません。第一、こういうところで話せることができる、これだけでも嬉しいということですね。これ、次はインドの話をします。それからその次話そうと思っているのが展示会ビジネスの話をしたいなと思っているんですね。これは展示会を通じて、業界丸ごと、バイトしていこうじゃないかということを考えて、というのかね、業界から相手にされないんですよ。なんかお前来て何かやったって何か言われねえじゃねえかっていうことで誰も相手にしてくれない、業界に並び込んでいくわけだからね。で俺のところにやらせろと言って やって勝手にお話してやっていくんだけど、私が言ったのが、あなたの業界私1年間で全体の売上げ4倍してみます。え？驚く。なんていくないじゃん。でその証拠にっていろいろこっちも差が出るんですね。山本さんはこの間メガネの産業だってサバイっていうところがやってるんですけど、この間なんか山本さんは2週間ぐらい行ったみたいだねって、もう行ったら業界の人が来ているんですよ。どこ行ったって山本さんの話題で、ね、山本さんが来ていろんな話をしてくれたってね、えっわざと驚いたふりをしました私行ったの1日半です。1日半で片っ端からブワーってもうこうなんかこうタクシー飛ばしてこうやってる時に見つけるとメガネって書いてるとパッと入って入っていって、社長呼んでくださいって言ってやるわけね。それでパッ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 ってやってったから、すごいインパクトだから。でも行く前には海外でいっぱい注文を取ってきてるからね、それをベースにしてやるんだけども、そういう食療法でこっちも時間ない、だって2、3人でやってるんだもん展示会っていうのは。それ業界変えちゃおうと思ってる。だから激しくやらないとダメで、それをまたね次回次の次ぐらい話しますけど、簡単に言うとメガネ業界2万人がいます。その業界を1年間で4倍しました。約束通り奇跡が起きました。でその翌年に打ち上げたのが宝石、業界です。宝石業界ね、宝石業界4倍やっちゃったから今度は5倍やりますよって言ったんで、で5倍にしました。もうダイヤモンドでダイヤモンド像を作ってくれって言いたかったんだけど誰も作ってくれないだけど今言えるというのはこれ皆さん事実ですから調べてみてください。4倍して5倍にしました。こういうものは誰もできません。ハーバードを出てても博士号を取ってても誰もできない。現場にいないから。現場でやっぱり考え出すことを皆さん現場にいるでしょう。だからこれから皆さんもできるんです。だけど四六時中アイデアを考えてガンガンいかないとそれは無理です。で一番こうなんか能力っていうのを言うのにIQ が高いとか EQ が高いとかいろいろありますよね。だけどじゃああまり頭いいと思わない人たちが読んで、小学校中学校しか出てないのに大学生いっぱい作ってますよね。あれ何ですか。あれは現場力です。現場で工夫しながら会社を作ってきたからでかくなっちゃった。もうあの人たちなんて絶対本なんか読まないの。本も読まないし、あんまりなんていうかな、コンサルタントもね、あんまりやらないで、自分の頭で考えて試行錯誤してて、やってるから強くて業界1位になっちゃう。僕、そういう社長さんいっぱい知ってますけどね。
もうそういう人はね、大好き。あ、俺と同じ現場人間なんだと思うからね。現場が一番強いの。だから皆さんよくね、ハンディキャップあって俺は大学出てないとかね、あ、俺は中卒だっていっぱい言うけど、だからいいんじゃないのと。そういう人いっぱい見てきて、松下この人もそうでしょ。エイソンもそうですよね。だから逆にそういうものは邪魔して、ほっといたらバーっていったところを力をためてためてためてきてるから、大きくなれないまま終わっちゃう。解き放てって思いますよね。だからそういうふうな発想でやれば業界が大きくなります。私12回に分けてずっとキャリアの人たちにね、皆さん今回上記試験受かったらいつばっかしにずっと教えてきてます。あ、こういうがマーケティングの方法で世の中を飛ばすのはお前らだけじゃねえんだと。なん、君らは工作とかいろんなものを作ってやるでしょうと。僕らは現場でマーケットを実際作っていくんだよと。両方やんなきゃ無理だからお前らちゃんと聞いとけよと。こういう話聞けないぞってずっとやってるの。今でもやってますけどね。だから本当に彼らはどっちかっていうとね、流れてきたものを加工したりするのが得意だよね。でも問題発見することは難しい。まあもちろんできる人はいるけど、割と少ない。学校出てない人の方が見つける。それから問題発見してね、解決策を作るってことはできない人多いね。怖がっちゃって、あ、相場の敵でうわあれもこれもあれもなんか遊ぶ人のやつが何言いたいのか分かんないんだよね。焦点ぼやけてるからどれやればいいのか分かんない。3個言ってくれって言った方が早いよね。1、2、3、これだけやってくれ、これだけ。こういうのが現場でやってる叩き上げの小卒、中卒、高卒の大会社を作った人の共通して言える秘密です。皆さんは今日は秘密を聞きました。だからこのことね、本当かどうかっていうのは自分で実験してみるしかないんで、ただ熱心じゃなきゃダメです。 IQ の低い人、僕は家族の中で一番低かって、まあ、諦めてましたけど、 IQ の低い人っていうのは延々と一つのことをやり続ける能力がある。だから毎日10個ずつ考えようと思ったらずーっと考えるわけ、諦めずに。毎日毎日考えて、で実行するのもしつこくしつこくガーッとやるから成功しないわけないんだよね、やり続けてるから。で風船はバン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 気球を作るし、新しいアイデアもどんどんやるからガーッていっちゃうわけですよ、いつの間にか。そうすると1年間で 63% 取って650億円の利益上げることができた。すいません、拍手お願いします。でね、これ勢いのいい話してるけど、さっきから何回も言ってますけど、皆さんにできることで、ただ真面目じゃなきゃダメ、優先順位を変えないって変えちゃダメ、仕事一途、夜中も仕事しろと、見ないところが勝負だぞと。僕は今でも夜中にずっとメールいっぱい行ったり、フェイスブックやってるからみんな知ってると思うけど、山本さんいつもいつ寝てんだ、いつも寝てるけどね、瞬間的に寝てんだもん、いつも。もうガーッて言ったらまたなんか寝てさ、またバッと起きて、またやって、わーってやって、いつも起きてる。そうなっちゃったの、体が。だけど私、年取ってますか ?71 歳だぜ。皆さんも71歳になる頃には、僕ぐらいの若さで、頑張ってほしいなと思いますけれども。若さを維持するの大変。糖尿病になったり、なんか歯が痛くなったり、もう、なんか脳血みたいなのが起きたりね、倒れたり、もう、大変ですよ。女の人は押しかけてるし、あ、来ないか。ああ、おお、ああ、来てくれないと思ったけど、シニアの大使です。あとね、あ、ちょっと待って、ワリフ・ハラキさんっておっしゃいますが、拍手お願いします。彼女は大変苦しんでますっていうか、毎日仲間が死ぬし、戦いが毎日だから、もうメンタルプレッシャーすごいのね。だ今日ちょっと気分転換、もし時間があったら来てほしいって言ったら来てくれた。もう大博士に、拍手ね。で、ますます綺麗になっていってるね。で、ね、この間、ご主人一緒にありがとうございました。いやいや、いや、そんな話があるみたい。で、ゴルフも行ったりね。で、お母さんもこの間来られてて、本当に私たち、シリア大変な、みんな知ってますよね。もういっぱいこう、ゲイラがいっぱい来て大変なんだよね。だけどそういう中で彼女はプレッシャーの中で生きています。で日本に来る前はユナイテッドネーション6 years、 いやいや、リハバルトソーハーで、シリアの代表として6年間国連で、戦ってました。
で、日本に来ました。日本に来て、ようやく2年。来た頃から、実はパレスチナの大使から頼まれて、パレスチナ の大使が僕の番組出てくる時に、いや、ちょっとシリアの大使出してくれと、大変なんだからって言って、それで、出てもらって、もう5、6回出てもらってるかなと思うけど、対談はちょいちょいやってますし、こういう人がね、来てくれると嬉しいなと思うんですけど、同時に皆さんはそういう人とこうなんか周りにいながらやっていくということなんですね。だからそういう中で皆さんの人生もあって、じゃあ少しいろんな国に手を差し伸べようとかね、やっぱりそういう考え方も持ってください。今までここ150カ国来てます、大使がここに。で、対談も150カ国を超えてますから、だから民間でもできることをやっていこうということなんですね。で、この間はあの人からね、誘われてご存じありがとうございました。お名前なんだっけ？まあ、ちょっと彼さん前に来て。あのね、この人すごいんだわ。世界チャンピオン。プルデンシャルで世界一になった男ね。で、この人もすごい影響力あって、で、面白いなと思うのは、この人今団体作ろうとしてます。で、慶応の出身の人が3人で集まって、で、まあ、ゴルフやるって時に私も乗っかったんですけども、すごいアイデア、すごく大切です。はい、すごく大切です。税金払うのが趣味な高くです。かっこいい。You know what you mention? His hobby is to pay tax. はい、大丈夫です。じゃあ、また良くです。ぜひ、じゃあ、ぜひ、ぜひ、ぜひ。あ、もう嬉しいな、もう一人来るんだけど、マジか。こういうことで、もう ないんだっけ、これ。これ、待って、最初の、ま、あ、これやったか。あ、さっき話しましたけど、円高差損ね、が135億円ありました。環境の変化で。こんなの誰も予測してなかった。だけど、起きてしまったからしょうがない。こういう時に、投資を燃やすようにしてください。みんな無理だって言ってるやつを、なんか、このせいは出てくるんじゃないか。80億円、私、指名いたしました。誰も聞いてません。自分で考えてブレインストーミングやってるうちに80億円の魚の山を見つけて実行しただけです。で、果敢にアメリカの社長に値段上げろと、で、これくらい上げろと、もし上げなかったらあんたクビするぞと、俺の力あるぜ、脅しました。だけど脅すだけじゃダメで、さっきみたいに安くなった分だけ全部上げるよってやったね。で、彼は受けましたというところで、こういうことね、まあ、これ3件とか、まあ、函館4件とか、値上げで30件、もういっぱいやったの。で、こういうね、言っとくけど、いろんな大変な問題を受けたときに、それにどうやって取り組むか、逃げるか、誰かのせいにして逃げちゃって会社辞めるか、いろんな方法あります。でも、自分の力を試すには、最大のいいチャンスだと捉え方もあります。どうせ人生1回です。だから、勢いよくやった方が面白いなと思います。で、そうやってやってると人生なんだか楽しくなるじゃないですか。自分の働きによって取り戻したこんなこと今でも言えるし、これ全部事実だからね。で、そういうことで円高誘うんだとか、環境の変化があってもうダメだ、あ、ギリシャ危ない、これお金なくなっちゃうかも、今そういうのが起きてますね。中国危ない、中国が買ってくれなくなるかもしれない、そんなのが環境の変化ですよ。そうすると中国人が日本に来て買う買い物の金額も小さくなるんじゃないの、危なくなるよね。それが環境の変化だけど、それにがっぷり組んでいって自分で解決しようと思ったらできるはずです。そういうことがね、いっぱい起こるわけ、いつも人間の社会だから、常に新しいビジネスのネタを考えて果敢にどんどん手を振っていかないと無理、そういうことをやりましょうっていうことね。じゃあこれいいですね。で、もう一度、あ、なんかこれ、この間のゴルフの時、お礼に持ってきました。これ、バーレーンの大使です。で、こっちやって。次、あ、その時だ。今の高津さんね、お礼に持ってきました。次ね。あ、今度は、これ、あれですね。シリアの大使、綺麗だから、僕がいつもあげると、みんなが嫉妬するという。それからあげなかったんだけど、まあ、これはこの人はマネさんって言ってですね、日本の歴史をこう説明しながらガンガン演奏していくという、で、外務省のお墨付きです。で、この人たちをまた一緒に呼んで、再来年はブルキナファソという国に一緒に行くことになりました。
向こうで映画祭やったり、まあ、あのこれを一緒にやりくんですけどね、まあ、ご主人に連れていきます。どうぞ。これその時のあれですね。マレさん。こっちは奥さんのクミコさん。なかなか迫力です。来ました。こういうことで、なかなかいい人たちがいっぱいいて。はい、どうぞ。おう。わかりました。どうぞ。本当に120人ぐらい参加したんですからね。どうですかね。で、今あの、新しい団体を立ち上げようとしてるんで、あのここである人はね、あのなんか参加してくれるかなと思っています。OK。次ね。最初の、もう一度おさらいね。この辺を見てね、皆さん、大体みんな覚えたと思うけど、写真撮る人は撮ってください。で、これね、見ながら、あ、こんな立場でいたら自分はどうするかと。多分皆さんの業界でも同じことになってると思うけど、ひっくり返してどうすればいいか。次のページね。で、これ、あの必ずこういうお金が入ってくる曲線を描いてみてください、1年間で。そうすると何かが見えてくる。じゃあ、ここの山を高くしよう。羽坂駅に何か作っちゃおうぜ。ここもないからもっと作っちゃおうぜ。こういうのいっぱい書いていく。で、不確定要素でこういうとこが起こってくるやつをこういう新しいプロジェクトで支えようぜとかね。だから環境変化があっても全く問題なくできちゃうわけですよ。こういう考え方で言えばね。だけどこのことをずっと眺めていないとあのできません。で、毎日ね、ここの山前に持ってくるとどうすればいいかとか、なんかいろいろ考えるんですね。写真撮ったら大丈夫？じゃあ次行きましょう。で、これね、これあのいろんな人を会議、無駄な会議長くやってるけど、お互いの足の引っ張り合いしてもしょうがありません。簡単にもうこういう話は事業計画、それからあの毎月の売上チェック、それから問題点解決、これ5秒もあれば一瞬で済みます。だから黙らせる、無駄な会議なくなる。で、これとこれについてはこういうことで対策を打ってます。こっちはこういうことを考えてやったところ反応が良くて、これ、まあ、期待してるんですよっていう、そういう話がいっぱいできるわけだよね。で、これはあの僕の特許ですけれども、皆さん無料で使ってください。これ1枚で全部済むんだよ。でも毎月これ見ながら、これ80億だな、これ50億になっちゃうなとか、マイナス4にね、毎日やっていけば安心じゃない。どうしたらこっちの方を増やせばいいだけだろう。そんな考え方です。これ大事ね。 OK、 次行きましょう。まあこれいいですね、管理体制アイデア、いいです。 OK、 いいです、いいです。ということでした。あ、ちょうど今1時間話しましたので、これで打ち上げます。ありがとうございました。